60ターボ GT 2024第1戦、さあいつもこの位置からのスタートということになるかと思います。ゼッケンは880番、トップカロリストコペン、金沢信行1番というね、指差しを出していただきました。もちろんねこの位置で戻ってくるかと思います。さあそこに突きをつけることができるかどうか。さあシルバーの23アルトが2番グリッドからスタートになります。ゼッケンは256、 ARY レーシングサイコルアルト斉藤博文。さあ2列目いきましょう。3クラスのポールポジションになります。ゼッケンは89番、 G2O と CSW 自動車部松山優太。さあそして急遽マシンを乗り換えてもこの位置をキープとなりました。4番グリッドスタート3クラスです。ゼッケンは19番、オートクラフトモティーズアルト急が茂み。さあ続いて3列目いきます。さあラルブ未踏が今回ね3名のエントリーでした。さあゼッケン81番、ラルブ未踏大内、大内隆弘5番グリッドです。さあ6番グリッドいきましょうか。ゼッケンは708番、708号車兵道隆之。4列目2クラスの1、2と並びました。まずは2クラスポールポジション、ゼッケン802、クロスオーバーレブオプティ、倉山康。続いて8番グリッドいきます。ゼッケンは968番、滝内レーシングチームアルト大柴大河。続いて9番グリッド以降3クラスが続いていきます。ゼッケンは173番、 ARY モティーズ S660 阿部優斗。10番グリッドはゼッケン10番、トップカロリスト S660 奥村タスク。11番グリッドはゼッケン76番、ラル組と横須賀渡る。12番グリッドはゼッケン87、トップカロリストアルト中川多門。さあ金沢選手のマシンエンジンが今かからないという情報が入りました。さあどうでしょうか。さあボールポジションが不在の状態でのフォーメーションラップのスタートということになりそうです。さあこれです。斉藤博文がさあ実質、まあ、先頭のスタートということになりますが、さあ金沢選手がさあ戻れるかどうかというところで、さあなんとかねエンジンに火が入りました。あ、赤信号のままだ、コースに入れないんだということは決勝もですねここからのスタートということになりそうです。セーフティーカーはピットロードに戻りまして、そして金沢選手はコースインできません。さあピットスタートからどこまで追いつけることができるかどうか。東北660ターボ GT2024 開幕戦まもなくスタート。さあ8周の決勝レース、さあ前方のシグナルに注目。レッドテント、ブラックアウト、今スタート。さあこれ3番グリッドスタート、松山優太のカプチーノがいいスタートをしていくんですが、ちょっと届きません。やはりこの1コーナーのホワイトラインカット、みんなしていくけど大丈夫。さあまずトップはね斉藤選手、そして今金沢選手がピットからスタートしていきました。さあここからの金沢選手の追い上げ、斉藤選手に向けてねこのタービンを交換をしてきたというところであったんですが、いやちょっとねスタートうまくできませんでした。エンジンかからずピットスタートになります。さあ先頭集団は第1ヘアピンから今第2ヘアピンに向かっていくところ、さあ第2ヘアピンからさあ最終コーナーへと向かっていきます。最終コーナーはトップは変わらずですよね、斉藤、そして松山、そしてヒューガと続いていきます。ラルグ水戸の大内がその後ろです。さあ 13% を上っていきます。斉藤のマシンはやはり速いですよね。さあ手を緩めることはありません、アクセルを抜くことはありません。さあ全開ブリブリでいきます。斉藤が今単独、そして松山がなんとかねこれに続いていこうという勢いでいくんですが、松山のカプチーノも、まあ、速いですよね。旧規格の軽自動車、さあ軽さもありましてなかなか速い、なかなかこうね追いつけない、同じ3クラスのマシンはこう追いつけないような、そういった状況です。さあ第1ハイピンから第2ハイピンへと向かっていくところになりますが、3番手のこの黄色の S660、 ここがね、3クラスの2番手争いということになります。
さあ後ろにいるのが大内選手、ラルグミとの大内のマシーンとなっています。この辺りがちょっとバトル中という感じになるかと思います。そしてその後ろブルーのマシーンは兵道のマシーンですね。さあ兵道隆之オートクラフト勢というね、そんな感じでしょうか。さあ前後にいるような感じですね、大内選手。さあラルグミトなのかオートクラフトなのか、そんな感じで今最終コーナー、さあ 13% を上ってきます斉藤。そして2番手松山と続いていきます。その差は変わらず。そして注目は金沢選手のコペンというところなんですが、今戻ってくると2周目終了ということになります。どこまで戻ってくるんだろうか。さあミンスレート注目していきたい。そして船山が今1コーナーです。2クラスのトップで今通過をしていきましたが、大芝がそのすぐ後ろです。さあ白い23あると大芝とその船山のその感覚というのはね、全然こう広がることはないのかな。あ、でも若干広がってるか。さあ裏のこの S 字から第一ヘアピンと向かっていくところでは船山がちょっとね前に出るようなそんな感じになっておりました。感覚的には船山が少し逃げの体勢という感じと言っていいかもしれません。ラップタイムでいきますとコンマ4秒遅れているのが大芝です。さあ金沢のマシーンちょっとね肉眼で今確認できませんでしたが、どこまで来たかな、総合9番手まで戻ってきているようです。ラップタイムは1分11秒台。さあトップの斉藤が1分10秒台で今通過をしていきます。先ほどのベストは今更新をしていく1分9秒台で今通過です。さあ斉藤選手手綱をこう緩めることはありません。さあ松山雄太も単独の2番手、そして日向と、そして大内、兵道と続いていく。さあここで金沢はもうここまで来た。船山を今オーバーテイクしている1コーナー、金沢信行圧倒的な速さ。ラップタイムはどうだ、1分10秒台なんですね。トップの斉藤にはあの追いつけるラップタイムではないんですけども、まあでもねそれ以外のマシンはやはりこのマシンポテンシャル的にはもう簡単にぶち抜ける、まあ、ごぼう抜き状態で金沢信行がどん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 上がっていく。さあこの8周レース残り5周へと変わっていきました。さあ今第2ヘアピンへと向かっていく兵道のこのブルメタの山麓があるとのすぐ後ろまで来ています。次戻ってくるとこのコペンの金沢が前ということになりそうだ。総合5番手まで来るというすごい速さとなります。さあ最高のマシンは1分9秒536、タイムはどんどん上がっていきます。これ斉藤選手どうなんですかね、ここまでのその、まあ、昨年のレースなんかもそうですけども、まあ、他のマシン、まあ、ライバル勢がいない時なんかはちょっと三味線を引くようなそんなレースがありました。まあ、この660ターボ GP ならではなのかもしれませんが、さあこのライバルマシンがやってくるのを待つというような走りがありまして、どこまで上がってくるのかちょっとね注目していきたい。さあ今メインストレート上は後方のマシーンですね。さあトップグループなんでしょうか。さあ日向茂美のこの黄色の S660 の後ろに金沢のコペンが今迫ってきているという状況で、その金沢の後ろでは大内とそして兵道のバトル。さあブルメダの兵道、そして大内の山麓あると。さあここのバトルは今テールトゥーノーズ。さあ1コーナー斉藤です。斉藤は1分9秒255ベストを更新し続けていく。さあ松山雄太のピンクのカプチーノが今通過をしていく。松山雄太は1分11秒台。そして今おお金沢が来た。金沢が総合3番手。金沢のタイムはどうだ。トップカロリスコペンのタイムは1分9秒323。しかしトップの斉藤はそれを上回るタイムで周回を続けている。さあこの8周の決勝レース5周終了、残り3周です。さあこれでどうだ、斉藤のバックミラーには映らないよね。ただ松山のバックミラーにはおそらくそろそろこの金沢のコペンが見えてくるんではないでしょうか。さあそのあたりは今第2ヘアピンへと入っていく。第2ヘアピンの立ち上がり、はるか前方に松山のこのピンクのカプチーノ、そして日向茂美はこの S660、まあ、昨日その36アルトで
まあ、もちろん、ね、エントリー上はサンルカルドになっておりましたが S660 にちょっと、ね、乗り換える事情が発生したということで、まあ、今日は表彰される位置には上がれないんじゃないかという、ね、話をしておりましたが、なんとプラス2番手という感じになるかと思います。そして今金沢が今通過をしていく。さあ順位は変わりませんが、さあその差はどうだ。あ、その差も変わりませんね。斉藤が逃げ切ります。そして松山雄太に対してどこまで追いつけるかどうか。松山はまだ、あ、今第2ヘッド、第1ヘッドインだ。さあ今ねホワイトラインカットの情報が少し入ってまいりました。さあトップはもう最終コーナー、斉藤は今はもうね最終コーナーに入っていきます。そして2番手松山、3番手金沢、この間隔はですねおそらく同じぐらいの間隔になってるんじゃないかなと思います。さあ間もなくメインストレート来たかな。さあこれで斉藤博文がファイナルインということになりました。東北660ターボ GT2024 開幕戦。金沢がポールポジションだったんですがエンジンかからずピットスタートによりまして、ただ最後尾からなんと総合3番手まで金沢は戻ってきています。さあ金沢はもう松山もオーバー、いやーできないか。この感覚はラップタイム的には1周あたり2秒の差があるんですが追いつけるかどうかぐらいの感覚になりそうです。さあ斉藤博文はこれペース落としているような気がする。今第2ヘアピン、そして松山のピンクのカプチーノ、そして白いコペンが続いていきます。コペンはこのラップ、あ、そうですね、斉藤は今13秒台で戻ってきている。斉藤は今金沢を待っています。待っているけど松山がその間にいるぞ。さあそういった状況で今最終コーナー回っていく。さあその遥か前方斉藤博文が、さあまずは最初にチェッカーフラッグを受けることになりそうだ。さあ今2番グリッドスタートから斉藤博文トップチェッカー、そして松山雄太もクラストップ。金沢の武器はなんと最後尾からここまで戻ってまいりました。さあ続いて黄色いマシーン日向茂美の3クラス2番手のチェッカーフラッグ、そして大内と、そして兵道のバトルは大内がなんとか3番手をキープをしましてチェッカーフラッグ。さあ兵道高之はその後ろになります。さあここはどうだ、入れ替わるのか。さあここ2クラス勢がなんと大芝が最後に逆転のトップチェッカー、船山2番手。滝口レーシングチームがあると大芝大河、大芝大河がなんとおそらく初参戦だと思いますが、朝からペースがどんどん上がってきまして、なんとこの決勝では船山、ディフェンディングチャンピオンの船山をオーバーテイクをしていきましてトップチェッカーになりました。さあ各マシンが続々とチェッカー。さあ今奥村の S66 番のチェッカーフラッグになりました。さあ黄色の76号車は横須賀渡る選手ですね。さあ全車チェッカーフラッグになるかと思います。斉藤博文選手です。おめでとうございます。
でとうございます。出たままでしたね、本当に。ありがとうございます。